こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説簿を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は神座小風一味心です。神座とは心を静めて静かに座ること。一味心とは天地万物に一貫する一味平等の真理を言います。さっさっと吹く松風と、その松風の音色に包まれて神座している自己との二つの事実はいつの間にか一体となり、我が松風か松風が我かという不二の境地に至ります。では今から神座小風一味心を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。